ファミちゃん、コメント、おはよう、おはよう。ガチやったそう。私の気持ちとショールームの、私のテンションとショールーム配信のテンションが合致したらやるねっていう軽いお話をしてて、朝ツイッターの方で。そう、合致しました。おめでとう、本当に。なんか今日別にやる予定とか、まあいつもショールームやる予定立ててやってる派じゃないから、あのね、すぐやってあのバイバイ、ん違う、あんま決めずにやることが多いけど、 LINE が来た。そうなんです。まあそんな軽いノリで始まりましたね。もうメイク完了ですか？いや、もう今からします。もうガチすっぴ、超すっぴ、軽いノリ、よきよき。そうなんですよ、意気込んでやるの苦手だから、なんかその時のテンションでやる方が好き。メイク配信、なんかメイク配信ってわけじゃないんだけど、このあとラジオ1時からがあるから、まあそれに向けてメイクしてこうかなみたいな。時間あるし、今日早起きしちゃったんですよ。なんか知らないけど5時に目覚めちゃって、で今に至るみたいな。とりあえず暇だし、なんかメイクするとき、よくメイクするときに配信しがち。暇だからね。でも言うて別に喋ることないから黙る時間が多いんだけど、まあいつものことながらそんなに喋らずかなみたいな。なんかこれ知らんかったよね、映像倉庫残るんでしょ。映像倉庫が何なのかあんまりあれだけど、映像倉庫に残るっていうからあんまり嫌なんだけど、あんまりね、なんかさ嫌なんだけど、そんな、そうそうそう。そんなに、でも全部が残るわけじゃないんかな。あんま残すような動画の内容じゃないから、なんか申し訳ないっていう。映像倉庫は2週間後ぐらいに入ります。そうなんだ。まあでもあれだよね、これ見れなかった人とか見れるから、そのそれはいいよね。いいけど、なんかそんな改まって見るような内容じゃないからさ、なんか申し訳ないよね。おととい、ん？去年くらいのメイク配信って言ってたやつ入ってない。あ、そうなんだ。じゃあ入ってないやつもあるかもね。まあいいよ、そんな。本当この間の去年やったのかな。でもそれは全然喋ってないと思う、多分。まあ今回もそんな喋んないけど。朝飯食べたの？ご飯？朝ご飯はね、食べた、リンゴとみかん。もうお腹すいた。朝が早かったからもうお腹すいちゃったよ。作業始まるんで行ってきます。頑張って。そこは喋ってよ。いや、喋んない。喋りたいと思ったら喋るし、なんか集中したいと思ったら集中するし、なんか基本ラフな感じかな。すっぴんですか？好きです。マジか、嬉しい。嬉しいけど、すっぴんか、別に、なんやろ。でもやっぱ自分は化粧、お化粧ちゃんとした時の顔の方が好きだから、まあでも好きって言ってくれるのは嬉しいけどね。すごい流れてっちゃう。最近下地を
新しくしまして、でもずっと買おうと思ってたんやけど、なんか買いに行くのがめんどくさすぎてネットする気力もなくて、なんか2ヶ月ぐらい別の使ってたんですけど、なんか本当に薬局じゃないな、どこだ、なんて言うんだろう、あれなんか化粧品とか売ってるとこ、薬局じゃなくて、なんだっけあれ、なんて言うんだっけ、ドラッグストア、あれ薬局とドラッグストアって一緒、ドラッグストアか、それをに売ってる本当に安いやつずっと使ってて、でもなんか全然相性悪くて、なんかすぐファンデーション全然乗らないし、まあ、ファンデーションもそのやつとお揃いにしたからなんだけど、ファンデーションも全然乗らないし、夕方になるともうくすんでるし、全然良くなくて、あー新しいの買わなきゃなーと思って、なんか集合時間より早めになんか場所に着いちゃったことがあって、その時に買った。なんかこの下地白いんだけど、とりあえずファンデーション塗ったら茶色くなるからみたいな。ピアス何個開いてるの？今10個です。この間まで11個開いてたんだけど、なんかここ3つ開いてて、それの1個がどっか行っちゃって、そしたらなんか閉じちゃったらしく、もうない今は。残念、10個になっちゃった。でもなんか別に2個も3個もそんな変わんないし、まあバランスも変わんないしいっかなみたいな感じで放置しました。あれ、髪の毛の色変えたの？そう、変えたっていうか、これ落ちちゃったんやけど、とりあえず紫の一番暗い色にして、黒っぽく見えるようにしたんだけど、紫と黒みたいな、落ちちゃったんだけど、でも今の色も好きだからいいかなみたいな。そう、茶色恐怖症だったんだけど、茶色が一回した時に舞台でマジで似合わなくて、もう茶色無理、一生しないって思ったんだけど、やっぱね、年齢とか髪型で変わるもんだね。今が似合ってるってわけじゃないんだけど、前よりはマシって感じ。前茶色にした時よりはかな。ピンク好きだったわ。ピンクね、いいよね。また夏になったらブリーチして染めようかなって思ったんだけど、もうね、右はね順調に育ってくれたんだけど、前髪が、左がもう育たない、成長ストップしちゃって全然育ってくれなくて、ちょっと来年染めれないなって思って悲しんでる。でもインナーカラーぐらいだったら、まあ中の毛はまだ健康だからできるかなと思って今伸ばし中って感じで、本当にサンタさんに何が欲しいって言われたら左の前髪くださいって絶対に迷わず言う。もう全然伸びてくれない、もう普通に前髪作れると思う、多分こっちだけだけど、こっちもちょっといるんだけど、ここら辺に短いの、多分合算合わせたら前髪多分作れるよ、似合わないけど。今日はラジオのお仕事して、
その後もう一個別のお仕事が待っちょります。ラジオは1時からっていう東海ラジオなんですけど、あれ聞いて、あのリアルタイムでぜひとも聞いていただけたらありがたいですね。あとは明日はあかねちゃんとのラジオが放送されます。それはにじゃないよです。それも東海ラジオです。いつもお世話になってます。ありがとうございます。ぜひ聞いてください。でもその後もう2じゃないよね、ちょっと短いんだけど、短いっていうかそれでも長いよね、なんていうの、ちょっとね、あかねちゃんとのラブラブが少ないけど、動画後日配信される動画では、まあ、ラブラブはしてないけど、いっぱいめっちゃ爆笑したので楽しみに待っていただけたらありがたいです。なんかさ、すっぴんの時よりもさ、ファンデーションとか塗った方がすっぴんに見えるよね。すごいのっぺりしてる今。メイクするのめんどくさいと思うことありますか？あるよ、全然ある。ね、朝早い時とか気分が乗らない時とか全然ある。もうでも仕方ないよね。まあ別にね、そういうこともあるよね。でもメイクしてないと人と話せないから、私はすっぴんだと人と話せないし、目合わせられないし、あれです。あとすっぴんで誰かとご飯食べるっていうのがあんまりできない。なんかもうずっと一緒にいるとかだったら別に、なんだろう、いいけど、でもメンバーでもちょっとためらうかな。なんでだろうね。そういうのあるよね、でも女の子ってね。土井さんの時は自分でメイクしてましたか？してました。もう全部自分です。髪の毛も自分でした。なんか髪の毛はみんなはやってもらってたんだけど、私ストレートだし、しかもみんなと温度が、もう髪の毛ブチブチだから温度がみんなと違うから、熱いやつを温めた後にいくら低くしても余熱が残ってて怖いから、とりあえず自分で全部やってましたね。あとなんかこだわりなわけじゃないけど、髪の毛が短いと長い人よりやるのってメイクさんも難しいんだよね。短いとこだわりが半端なく、だから長い時はね逆にこだわりそんななかったんだけど、短くなってからの方がこだわるようになっちゃって、なんだろう、ほんと短いショートの人ならわかるんだけど、マジ長い髪より短い髪の方がバランス本当に難しいんだよね。わかんない、これ私だけ、いや私だけじゃないはずなんだけど、いや私だけかもしれないけど、そう短い方が大変なんだよね。だから自分で全部やってたもん。なんかこここうしてくださいっていちいち言うのも申し訳ないから、だから基本あれだよ、劇場公演とかも全部もう自分、どのお仕事も雑誌とかも極力もう自分で、もう迷惑になっちゃうから、そう自分が一番わかるし、ソロライブの時とかも自分でやってたな。経費削りたかったし。
まあ自分でやれるしみたいな。経費さえ苦言大事だ。そう、その分ね、他に回したかったからね、あの時はね。何からやろうかな。ショートへ寝癖跳ねるとなかなか治らないよね。すごいよね、朝すごいことになってるよね。あ、すごい、15分経過しましたとか出てきた。すごい、治らないよね。でもなんかあれしてる、吹きかけてる、あのあれを、寝癖直しウォーターみたいなやつ。なんか最初はとりあえず朝から水を頭にかけてたんだけど、でドライヤーしてみたいな感じだったんだけど、ドライヤー時間かかるし、なんか水でやるのちょっと女子力ないなと思って、寝癖直しという素晴らしいね商品があるので、それに頼るようにしてましたね、してますね最近は。えらい。でもさ、最近はさ、女の子だけじゃなくて男の子も、おしゃれな男の子も大変だなって思う。なんか本当に短髪じゃなくてちゃんと前髪があってある程度長くてみたいな子たちもさ、すごいなんかあれ、それじゃうねうねストレートアイロンでさ、後ろも前も全部なんかウェーブしてワックスして整えてみたいなのもさ、すごいなって思うんだよな。毎日水ですって書いてある。毎日水、私も水だったけど、さすがに髪も傷むんでね、みんなも気をつけて、よくないよ。お湯ならいいかな。え、そういう問題じゃないんじゃないかな、さすがに。お湯も水も変わんないんじゃないかな。まあ、風邪ひかないからね、お湯の方がいいかもしれないね、この時期はね。水だと髪傷むのどうなんだろうね、私もわかんないけど、でも水でやった後にトリートメントとかしずに乾かしてたら痛むんじゃないかな。わかんない、どうだろう。私はもう痛みすぎてもうそこら辺の感覚がもうないけど、何をしようがもう痛んでるかわかんないけど、まあでも髪の毛が元からなんだろう、弱い人とか細い人とかはちゃんとケアしてんじゃないのかな。いやもう最近本当にしっかりとケアしようと思って、高いシャンプーを買おうかなって思い始めてて、でも何がいいっていうのは分かってるんよ。これいいよっておすすめされたのがあって、それ買おうと思ってたんけど、入ってる量が少ない割にめちゃくちゃ高いから。でもね、使ってる人の髪をね見た時に本当に綺麗で、サラサラツヤツヤなんだよね。だからね、使おうかなって最近悩み始めてるとこ、うん、っていうか使おうかな。でもあんまり今月もお金使いたくないからちょっと悩んでるけど。
油質のチャンプーって言っちゃった。シャンプーではないと思う。美容室って書いてなかったよな。多分美容室でも使ってないんじゃないかな。なんかさ、握手会とかでもなんかメイク、まあ、メンバーはメイクするやん。メイクメンバーしてて、まあ無意識なんだろうけど、例えばその時の会場の光によって顔面の見え方って全然違うから、濃く見え、いつもと同じメイクなのに濃くして濃く見えちゃう時とか薄く見えちゃう時とかもあるし、逆に今日は気分で濃くしようとか今日は薄くてもいいかなとかしてるメンバーって多分いると思うんだけど、わかんないけど、どう？その時にあの、いや、やっぱいいや、ごめん、悩むな。なんかファンのみんなにアドバイスしようかなと思ったけど大きなお世話だわって感じやからちょっとやめるわ。気になるって、いやでもなんか いや大丈夫、やっぱそのままの君が素敵だと思う。うん、そう思うんだ。ね、なんやろう、なんて言ったら、わかんない、なんて言ったらいいかな、なんかなんて言うんだろう、これはただもう私の意見だからそれが全てじゃないし、あのみんながそう思ってるわけじゃないと思うから誰にでも通用するわけじゃないんだけど、だね、無意識のうちになんか、いやでもどうなんだろうな、でも私だから、いや違うかな、いやいいわ、やっぱやめとくわ、余計なこと、もう余計な、もうおせっかいババアはいいわ、もう静まり返るわ、ごめんごめん、本当に良くない、本当良くない、あった。静まり返る。何にしようかな、とりあえず眉毛描いとこうかな、アイラインしようかな、流れていってしまう。朝から動いてるなおちゃん見れて幸せ。動いてるよ。最近タートルネックハマってる？いや、全然、たまたまかな。全然ハマってない。むしろ嫌いだった。昔は首が詰まるか。なんかここに物があるのが嫌で。でもなんか最近全然、なんかこれも言うてに。2年前ぐらいかな、持ったかな、1年前かな、わかんないけど、あ、1年前かなぐらい買ったやつで、全然タートルネックはね持ってないんだけど、なんか前は昔は嫌いだったけど最近あれだね、最近っていうかその1年前ぐらい前からか、全然大丈夫になったかなって感じ。
タートルネック買ったかよね。あったかいよね。アイラインしました。アイラインなら途中だった、終わってなかった。メイクは早い方？いや、中間かな。今日はなんか喋りながらだし、まあ時間もめっちゃあるからゆったりしてるけど、そんなに長くもなく短くもなく日によりきりって感じかな。ちょっと温めよう。チェイサー的な飲み方好き。違うなんかまあこれは普通のジャスミン茶なんだけど、ジャスミン茶とお水、なんかね、お水とお茶どっちも飲みたくなる。味が変えたくなっちゃう。お水が一番好きなんだけど、飲み物の中で。でもなんだろうね、いつもお茶も一緒に買っちゃうよね。だから握手会とかもめっちゃ便用してる。どっちも飲んでる。飽きちゃうのかな、なんだろうね。どっちも好き。うん。なんか飲み物が好きだから基本。だからお酒も好きなのかなと思って。飲むことが好きだから飲み物。昔から。なんなんだろうね。なんかこんぐらい飲む、なんかなんていうのあるじゃん。すごいしっかりしてる美容に。さあ、すごいちゃんとしてる女の子は1日 1.5 リットルから2リットルとか、筋肉鍛えてる人とかもそうなのかな、わかんないけど、なんか関係ないかな。あるじゃん、なんかそういう意識してやってるわけじゃなく、取ってるとかじゃなくて、でも飲むのが好きなんだよね。だから全然飲まない日もあるけど、いや飲まない日そんなないか。でもどのぐらいに、でも意識して2リットル飲んでた時はきつかった、めちゃくちゃ。だから1日も2リットルもそんな飲んでないんだろうな。行って1リットルとかかな。でもさ、この2本でこの2本で1リットルって思ったらやっぱ飲んでんのかな。特保のウィルキンソンいいよ。ウィルキンソン美味しいよね。昨日飲んだ。刺激が強いやつ。美味しいよね。ハイボール最高。わかる。美味しい。ジャンキーな時にハイボールにする。で、じゃん、ハイボールにするってコークハイだな。とかにする、なんかすごいラインが来る。今日芋が好きです。芋美味しい。ちょっと分かるようになった。でもまだそんなに、なんだっけ、焼酎は割ったらあれだけど、ロックはやっぱすごいなと。なんかおお、お酒飲んでますねっていう感じ。でもそれも多分美味しいってなる日が来るんだろうな。ビールもだって美味しいってなったもんな。そのうち来るんだよな、そういう日が。待って、寒いな。
あやがいるって、あや頑張って足投げてるって。どこだろう、あやかからコメント来たかな。もし来てて私が10位にいる、あいたわ、なんでそんな髪の毛ツンツンなんねえ、あやか、もしさコメント来てた、耳も来てた、コメントあったらさ、あの私すぐ多分見逃しちゃうから、もしメンバーがコメントしてたらあれして、例えばカッコあやなんちゃらなんちゃらってちょっとみんな書いてごめん、さすがみんな、教えて教えてくれ教えてくれ、すごい、ミミはどっか行ったん、どこ行ったんだろう、いなくなった？いた、ミミここ。ミミここ。来たの、こんな朝早くから起きたの。いつも夜遅いのに。昨日寝れた？寝れたかな？さあ、眉毛描こう。みんなもしコメント来てたらちょっとやっといてください、ごめんなさい、私は集中して眉毛を描きます。眉毛って難しいよな。黙っちゃった、ちょっと眉毛に描くことに集中しすぎて、動画多分私鏡で隠れてるだろうし、ごめん、まあ仕方ないよね、ちょっと眉毛大事なんで描かせていただいて、特になかったコメント、あやか4位来たの、ほんとやば、すごいね、さすがだな。でもなんでそんな星持ってるん、すごいね、星だけでさ、ん？虹の星？虹の星なんてあるの？今日の眉毛ちょっと会いたいですって送ってくれたの、この間俺会わなかった、あったよ公園で、
あ、彩香どっか行った。あ、いたわ。この間はこの間やんね。確かに。差し入れのゴミ洗って飾ってるって言ってたやつか。あ、そうそうそう。なんか彩香が公演連続で出てて、めちゃくちゃ多分研究生なんか一番出てるやんな今な。そうで一番出ててめっちゃもう握手会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 握手そんなないわ。公演みたいな感じだったからしんどいと思って大変だと思って、とりあえずなんかマスカットが好きって言ったから、なんかマスカットのジュースが好きって言ってたのか。でもなんかジュースなかったからマスカットのゼリーとマスカットが入ってるフルーツ、なんかイチゴとかも入ってるやつあげてみたけど、そしたらそのゴミを宝物箱に入れますってなんか言い出して、ちょっと待てと、それはあのゴミはゴミ箱に入れましょうねって、ねえ彩香入れた？ゴミ箱に。そうだからゴミ箱はゴミをね宝物に入れるよりは、あのちゃんと宝物箱に入れてもらえるようなものを今後いつかお誕生日か分かんないけどプレゼントするから、とりあえずゴミ箱に捨てときなって。宝箱に入れたの？宝物箱に入れましたじゃないよ、本当に本当に。しかもあれ私値札っていうか、まあ、シールが入っついてたから値段とかも普通にね貼ってあるまま渡しちゃったし、気が使えず。なんかさ、他のショールームのさ配信とか見たらめっちゃなんかテンション高くてすごいなと思った、まあ、それが通常なんだと思うけどすごい。そのうち古畑会できそうやね。いやいやいや、そんな人集まんない。すごい。でもなんかその好きって言ってくれる、好きって言ってくれる子がいてすごいありがたいけど、なんか嫉妬してる、嫉妬する子が多くてなんか爽やかじゃないんだよね。なんていうの、すごいし、なんていうの、めっちゃ可愛いんだけど嫉妬してくれる子が多いからすごい可愛いんだよね。それに癒されてるんだけど、でも逆に言ったらなんかそういう感じのあれってさ、もう嫉妬に耐えられなくなったらだよ、もしあれじゃない、もうやめようみたいな、他の人のとこ行こうみたいな、ならんって私思ってんだよね。だからいつかみんな結局離れていくんじゃないかって思いながら今のほほんと過ごしてる、平和に。
あるよね、そういう子が爆発するときって。ファンの、私のファンの女の子は今んとこそういうのないけど、なんかそういうのあるんじゃないかな。多分女の子だと、なんていうの、押しかぶりじゃないけど嫌だみたいなのと多分同じではないか。それは違うか。でもなんか嫉妬しちゃう子とかはいるわけじゃん、やっぱり。ってなるとそういうのあるんだろうな。あるのかな。メンバー同士の絡みは可愛い。それな、本当にみんな可愛い。みんないいですよ。もう最近自分本当おばあちゃんみたいな、もう何しても可愛いよっつって。あ、いや、ないです。もうその笑顔怖い。もう本当にそのニコマーク何、本当に目笑ってるんだろうけど笑ってないよ本当にね。なんかこんな後輩と仲良くなれる日が来るなんて思ってなかったから嬉しい。普通になんか他のグループの子も好きって言ってくれる子がいるから、今までそんなね、私の人生そんなことあるなんて思わなかったからすごい嬉しいし、うん、まあ一人なのは変わんないんだけど。そうなんだよね。なんかとりあえずなんで一人かっていうと理由があったんですよ。最初は一人になろうと決心したのが、まあとりあえずそもそも仲いい人たちの卒業が早かったから、まあ、悟り開いたみたいなもんなんだけど、なんかなんだろうな、なんて言うんだろう、なんかもし一人だったらさ、視野が広まるじゃん、一人でいるのって。いろんな子の行動とかも見れるし、なんだくっついてる人がいない分、あの子泣いてるなと思ったらそっちの人に駆け寄れるし、まあフリーランスに動けるみたいな、いいところもみたいな感じ、フリーランスに動けるみたいな感じのとこがあって、でなんか視野も広くなるし、あとはなんかなんだろうな、まあ一人の子がいたとして、まあ一人がね、まあ大丈夫なタイプだからあれなんだけど、ダメな子とかもいるじゃない。だからその子とかに、なんだろうな、まあ私一人だしおいでよみたいなこと気軽に言えるなと思って一人でいようっていう決意をしたんだけど、そしたらなんか近づきにくいオーラだけが先走っちゃって、なんか話しかけづらくなっちゃったんだよね。そう、ちょっと計算失敗したんだけど本当に。で、計算でもないけど、なんていうの、そこら辺のバランスをね、ちょっと失敗して、そしたらなんかね、一人でいることが多くなってしまいみたいな感じですわ。よくない本当に。そうそう、そんな感じなんだよね、実を言うと。一人楽ですけど、あんま逆に今誰かと一緒にずっと一緒に行動するっていうことがないから、今したらしたら多分
どうなるんだろうなみたいな、どうなるっていうか大変なのかな、何なんだろうねと思っちゃう部分はあるけど、分かんないけど、まあないだろうな一生。なんかね、あかねちゃんとかとも一緒にいるけど、基本なんだろう、ずっとベタベタ一緒にくっついてるっていう感じではないから、握手会とかも、まあ同じテーブルは多いけど、でもこの間とかは2個椅子挟んで先にいたりとか、まあ部も今は違うから一人だね基本やっぱ。どうなってもなんだろうね、一人でいる素質あんのかな。いやでもそっちになっちゃったらそれが楽なんだよね結局ね。メイク完成してない、まだ。あ、メイク完成ですかっていうコメント来たんやけど、まだしてない、まつげしてない、噛んじゃうんだこれね、大好きなミンティア噛んじゃう。でも普通に噛まない時もあるけど、気分だな。リスクじゃないな、ミンティアだな、大粒のやつ、大きいんよ、小粒じゃない、小粒はだいたい6個ぐらい、ちっちゃいやつあるじゃん、それは6個ぐらい口に入れる、これは1個か気分によっては2個入れる、6個。なんかスースー好きなんだよね。これ食べるとくしゃみ出るの？変わってるね。なんやろ、スースーが刺激してくるのかな。鼻もすっきりするもんね、これ食べると。ねね、今何時？10時52分か。ありがとう。本当にお腹すいたな。長く配信してくれてありがとう。なんて謙虚の心を持ってるんだ、素晴らしい。全然もう全然全然、私は逆にメイクに付き合ってくれてありがとうっていう、ごめんね、もうほんなね、もうスピンとの差を見せてしまって申し訳ないみたいな気持ちだけど、みんな付き合ってくれて本当に、口調もそんな良くなくて、朝なんかなんね、本当暗い声のトーンで申し訳ないよ本当。ざます、優しい。いや本当に私の周りのファンの方は、わかんない、ここの配信見に来てくれる方もだけど、優しいよねみんな。てかどこの多分ファンの方も優しいと思う。だからこそね、だって結局は私推しの人もさ、いろんなレーンに行くしさ、
例えば先輩から私のこと好きになってくれた人とかもいるわけだし、他のグループから私のことを応援しに来てくださってる人もいるから、基本みんな私のファンだから優しいとかじゃなくて、なんていうの、もう世界ありがとうって感じ本当に。そういうことだよ。いろんなレーン行くし図星やろ。でも真っ当な楽しみ、真っ当ってか、それも楽しみ方の一つだよね。まあ、ただもう本当に私の連しか来てないよみたいな人が本当にいるんだけど、数人いらっしゃるんだけども、それは本当にゴッドって思う。本当に何だろう、やっぱ結局は私もさ、可愛がられたいしさ、独占したい気持ちはやっぱファンの人に対してはあるからさ、そうやって安心させてくれるのは本当になんていうの、レベル高いよね。ただ人間不信になる、そういう方が他のレーンで見かけた時とか、全然なくて、もうなおちゃんだけだよみたいな感じの方がいらっしゃって、なんかもう私も、あ、私のレーンしか来てないんやみたいっていうことだよねみたいな話をもう何回もしてて、もう毎回褒めてくれるしみたいな。でもなんか普通にさらっと他のレーンで他の T シャツを着て、あ、だからその子の T シャツを着て、握手行ってる姿を見た時は、あ、裏切られたってこういう気持ちと思ったその時は本当に闇はしないけど、すんごい裏切られた気持ちになったね。だからちょっとなんか全てを信じるのはよろしくないんだって思っちゃった。でもなんか、でもその方はバレてないと思ってるから言わなかった。なんであそこのレーンにいたのとかはちょっと言わなかった。なんか申し訳ない、逆に発見しちゃって申し訳ないなと思っちゃって。でもなんか基本なんか怒ってないんだよ多分メンバー、別に他の、わかんない、私はだけど他のメンバーのレーンに行くこと全然怒らないし、行ってくれたら全然許すし、なんかそれよりもなおちゃんのことしか見大好きじゃないとか、そういうことをすごい刷り込まれてる状態で行かれる方がなんかすんごいショック受ける。さらっとね、なんか他の友達にちょっと誘われちゃってみたいな、その代わりになおちゃんの連にもその友達のこと連れてくるから交換ってことでいいみたいなとかも全然ありやし、なんかごめんねちょっと気になるから行ってみたいんだとかでも全然ありだし、まあちょ 怒るすんごい怒るまではいかないけど、まあでも全然し、なんだろう、可愛く嫉妬はしないけど、いいよと言いつつやっぱ自由にしてほしいから。握手会だし、お金払って交通費まで払ってきてるわけだから、もったいないじゃん、やっぱその場を楽しまないと、ストレス溜めてほしくないし、だからいいよとは言うけど、そうやね、もう裏切りよくない、本当にビビっちゃったよって感じ。そうなんだよね、だから全然いいんだよって。でも好きにしていいよとか言うとね、本当に調子に乗っていろんなとこ行っちゃう人いるし、難しいよな。まあでもどこのレーンに行こうとも遊ぼうとも、結局は私のとこに帰ってきてただいまって言ってくれるたら、それが一番嬉しい。まあ本当正直言うと一番嬉しいのはなおちゃんオンリーみたいな人が一番嬉しいけど、まあ仕方ない、それは本当に全然いいと思う、それは仕方ないから。いい女、本当いい女、いい女っすか。いや都合のいい女でしょまあ、もう楽しんでほしい、その時しかないから。卒業もしその人がしちゃって、なおちゃんがいたから行けなかったって私が責められるよりはいいや。まあそんなひどい人いないと思うけどう
今度ただいま言いに行きますわ。全然来て来て、おかえりおかえりっつって。あとあれもなんかなんやろ、前私のこと好きで今バリバリ違う人のこと好きで劇場公演来てくれたりとか、まあ、チームが一緒やから来てくれたりとかあるんだけど、その時必ずと言っていいほど無視してくるんよね。なんやろ、もう眼中に見えてないの本当に。こっちが話しかけてもああみたいな気まずい感じすごいね、出していただける出してくださってるんだけど、なんかなんだけど全然本当に気にしてないから、多分自分が思うほどその私変したことに対してとか気にしてなくて、そうなんだろう、無視された事実とか、なんか喧嘩別れだったらまだこっちにも非があるから申し訳なかったなって思うかもだけど、まあ喧嘩別れしたことないけど、なんやろ、別にね推し変しただけでそうなっちゃうんだったら全然申し訳ないって思わなくていいのになってすごい思うんだよね。逆にそのあなたのこと今見えてないんですかみたいな感じで目も合わさずスンっていっちゃう方が嫌かな、なんか別にカップルじゃないし付き合ってるわけじゃないからね、そこはちゃんとこっちもアイドルだし職業としてやってるからそんなんで怒らないよって、だから申し訳ない気持ちなんて持たなくていいのになって、すごい。それよりもなんかあの時ああだったねとか普通に、まあ、フランクに握手会別に1枚だけとか 1シングルにつき1枚だけとか、劇場公演では普通にバイバーイってするだけとかね、のが嬉しいかなって思うけどね。私はマジ気まずい関係にある人めっちゃいるんですよ本当に。この間の劇場とかもすごいスルーされちゃった。まあ私はなんだろうな、性格上気にしないタイプだし、まあ、こうやって喋ってるってことは気にしてるからなのかもしれないけど、わかんない、そんな心底気にしないし、本当に精神面はマジ誰にも負けないぐらい強いから、いやあの張り合うことじゃないな、なんていうの、なんだろう、みんなが思ってる以上になんやろ本当に、うん、精神に関しては多分全然なんか考え方が本当にもう悟り開いちゃってるから全然ね、うん、大丈夫だよって感じ。あ、なんかあれかな、失礼な言い回しなかったかな、大丈夫かな、ほんと不安になっちゃうね、そうですね悟り開いたねいや開くよ開くよ、いやこれ多分悟りガチで開いてる人にとったら全然開けてねえよ小僧みたいな感じで思われると思うけど、なんやろ、自分の中では開いてる自分の中ではうん開けてるなって時間もうさせざるを得ないみたいな感じかな、わかんない、適当、すごい適当、ごめんなさい、多分明日には言うこと変わってるんだよ私、いつも適当、ほんとごめん、ほんとに。でもさ、そんぐらいラフな感じで生きていかないとやっぱね、だからすごい私のファンには、私のファンのモバメとかでもさ、すごい書いちゃうんだけど、もう生きてるだけで偉いとか、とにかくお互い褒めまくってるよねいつもね。だからモバイルメール取ってくださってる方は分かるんだけどね、いつも本当ね、あんたらほかってぐらい褒め合ってるね、うん、私も褒めること強要するしね、本当にそれは申し訳ないけど、子供なんすわそういうところは、まだまだアイドルですわそこは、やっぱりまだっていうかこれからもアイドルだけど、全然ずっとアイドルだったわ、ごめんごめん。
どうしよう、髪型なんかな、巻くのもめんどくさくなってきたな。でも本当は巻こうと思ってたんけど、こっちのさ髪がね、ほらもうアシンメトリーなの。こんなさ前髪の人いる？すごくない？こんなアシンメトリーな人いる？前髪今は多分私ぐらいだと思ってるんだけどこれを隠すためにいつも巻いてるんだけど、ちょっとめんどくさいなと思っちゃった。後ろも巻かなきゃ。いつも握手会の時とかたまに巻く時あるんだけど、最近ストレート多めなんだけど、めんどくさくて後ろとかやってないから、横だけはすごい完璧に巻いてるのに後ろだけストレートとかよくある。自分で切ったの？それとも切れたの？そうだな、これ自分で切ってたら私はすごいセンスだと褒めると思う。自分のこともう唯一無理だねって絶対褒める。でもちょっと自然にできたものやな、これは。ちょっとセンスが追いつかなかったわ。やだ、もうまたさっき語っちゃった。いつもさショールームになるとなんか何かしら語っちゃうよね。どんどん語ってください、悟りショールーム。かわいい生まれたて。あ、ミミミいるん。生まれたてじゃないよ、もう生まれて23年や。来年は年女だい。ミミミは一人で眠れません。いつも壁と一緒に眠ってるらしいよ。壁にくっついてんだって。そう、年女24か。怖っ、24だって。何、怖い。本当に、いやもう本当に最近さもうさシワを気にするようになるさ、本当にどうしようって。何がいいんやろ、みんな教えて、シワに効くやつ。でも注射はちょっと怖いから、ちょっとまだ注射はもう30、40歳ぐらいになった時にしようかなと思ってて。何がいいと思います？本当に。何がいいのかな。まあでも体操だよな、ストレッチ、顔の体操。ちょっと熱くなってきたな。よいしょ。持ってきてもらう。いっぱい買ったっけな。よいしょ。はい。ベロで口の中ぐるぐるするといいらしい。ああ、それあれやろ。顔の筋肉めっちゃ痛くなるよね。やろっかな。それほうれい線とかに効くんかな。やってみるか。やっぱさどんどん若い子が入ってくるからさ、もう小学生とかも多分ね今後もまあ少なからず入ってくると思うからね。10期は分かんないけど、なんだろう、まあ11、12、またドラフトやるな、ドラフト分かんないけどさ、小学校がいると思って、やっぱさ小学校の若さには抗えないじゃん、中学校にも高校の子にも抗えないじゃんってなると、なんかそれなりの努力しなきゃなって最近思い出して、ジャンキーなもの食べないとか、お酒頑張って控えるとか、いや
いやでもね、日本酒で作った梅酒は本当に美味しい。この間違う、いつも裏かすみで飲んでるんだけど、この間違うやつ飲んでみたの、美味しかった。福岡行った時になんだっけな、しげますっていう日本酒が福岡多分有名なんやけど、それ飲んで違う店で梅酒があって、それの日本酒で作ったもう神って思って、やっぱ私日本酒で作る梅酒好きなんだと思って、日本酒で作った梅酒をロックで飲むのが一番美味しい。なんかソーダ割り、日本酒で何回も日本酒で作った梅酒って言っちゃうけど、それはなんかソーダ割りだと多分薄くなっちゃうから、多分普通の梅酒より、だからロックな美味しいよっていうお話でした。はい、古畑奈央に殴られたい、そうやな、やだな、名を広めるのがそれやだなすぐ刑務所だよ。今日新曲ラジオで初音だね、今日か、うん、みんな聞いてね、ありがとう、教えてくれて。土井組ならぬ古畑組、何がやろう。若い子より大人の人が好きだな。ああ、大人の魅力ってやつですか。いいね、いいよね、ちっちゃい子にしかない魅力もあるし、大人にしかない魅力もあるし、それを見出してるファンの方々はすごいと思うよ。そうか、古畑会じゃなくて古畑組を作る、あ、なるほどね。でもなんか自分から発足するのってちょっとなんか、私はもう恥ずかしがり屋だから意外とできない。あと活動も多分しないしな、多分そうだ。巻くのもちょっとめんどくね、どうしようかな、前髪だけ立てとこうかな。いやほんと福岡食べたな、食べたんだよね、すんごい幸せだったんだよね。あーどうしようかな、やっちゃった。でもいやこれだったら巻いた方がいいもんな、え、どうしようかな、ストレートならストレートの方がいいよな、まあいっか、ラジオだ、ラジオと思うか、撮影とかないか、か、お腹すいたな。もうすぐお昼か、私ラジオ何時集合だっけな、今何時、やばい、めっちゃアホな顔してるこれアホ、11時か、でも今からご飯行って集合時間に間に合うかなっていう、完全に食べるタイミング逃したなって。14分か、どうしよう、巻こうかなとかまだ言ってるの本当に決まんない、巻こうかなと思ってるってことは巻きたいってことかな、でも巻いてめんどくさいって思うのもやだな。
いいか、ストレートでいいや、今日はストレートにしよう、決まり、もう揺るがないはず。なんかもう23だよ、来年24だよ、なんかもっと大人だと思ってた、意外と大人じゃないんだなって。でもこの間30歳の人が言ってた、まあファンの人だけど、大人だと思ってたら全然大人になれなかったって、一生大人になんかなれないんだ。でも大人って定義なんだろうなって思うんだよね。難しいよね人間、今ほんと幸せなとこにいるんだなって思うんだよな。でも先輩っていう立場も多分難しいんだろうな。考えるな、感じるんだ。それらしいこと言っちゃって、本当に何にも詰まってないよきっとそのセリフ。まあでもさ、言うて元々の性格もあるからね。なんか大人びた考えを持ってるの人だけが別に大人じゃないし。大富豪で忖度なしに勝ち上がっちゃう人がね、大人でも子供でもないしでもなんかあのなんか大富豪のなんかメンバーさん、まあ、メンバー3人とファンの人3人でやるイベントがあって、握手会の合間にそれ行った時に、なんかメンバーが忖度忖度って言い出して、忖度っつって何言ってたの。なんかファンの人がメンバーに気使ってメンバーを勝たせるようにするやつみたいな感じで聞いて、マジかそんなことしていいんかってびっくりした。本当にそんな世界があるんやと思って。いいのよ本気で戦おう、本当にどっちでも嬉しいけど。とか言って勝ったらめっちゃなおちゃん喜ぶやん。やっぱ確かに。なんでもいい。ほんと適当人間だから。みんなが思ってる以上にほんと。髪の毛伸びたな。最近またツインテールできるようになってきたんだ。ツインテールとポニーテールが。髪の毛が伸びて、でもなんか伸びてほしいとこはね伸びてくれないんだよな。難しいお年頃だね髪の毛は。仕方ない、今まで苦労かけたから髪に。本当メンバーにお手本としてこの髪を覚えといてほしい。ブリーチ無理にいっぱいしたらこうなるよって、ちゃんと美容師さんと同じ美容院でちゃんと染めようって、美容師さんと相談して何色になりたいかに向かって染めていこうって。まあでも後悔はしてないね、全部楽しかったわ。やっぱ気分で生きてるから全部が楽しい思い出だわ。TikTok 一応待ってましょうね。あれね、もうやめに葬ったよね。向いてない、無理よくない、うん、そうしよう、無理はよくない、無理をしない。来年のテーマ、無理をしない。いつもか、これはいつもだな、ずっとだな、このテーマ。やっぱ一回やってみて合わなかったら合わなかったでいいしね、うん、挑戦って大事、本当にどうも。
長ずいな。一緒にツインテールしてください。彩香、彩香がそうやって書いてた。あ、彩香、彩香一緒にやんのツインテール。絶対嫌。彩香はだってもうさ、公式がツインテールだからなんか可愛いじゃん。もうちょっとこっちはね、そんな可愛くないの見せられてもね、ファンの人死んじゃう。死ねはしないけどね、ちょっと目がやられちゃうからよくないよ。ああいうのは可愛い子がやるね。彩香来た。指ハート、まだいる？もう行っとくか、行ったかな。まだいんのかな。まあ11位。あ、あやか11位いいんじゃん。かわいいしに来ました、かっこあゆ太郎。かわいいしに来ましたって何？かわいいしに来ましたって何？めでに来たってこと？昨日行ったやん、あやかんとこ、リカちゃんとアブコナで電話しながらやってた。アブコナは NGT の中井リカちゃんと同じく NGT の中村彩香ちゃんの、何あれ、ユニット名なのかな。仲いいんだよね、いつもなんか一緒にいない？一緒にさ、公園隣のバナナ一緒にやってるし、アブコナでめっちゃ可愛い、めちゃくちゃ可愛い。2人ともいつもなんか喧嘩 してない？なんかなんて言うんだろう、すごいお互いがお互いを嫉妬し合ってるよね。なんかあのこと言ったでしょとか、いい関係性、可愛い。かわいいしました、かわいいしに、ん？かわいいしま、ん？死にました、死ぬな、生きて、あ、あれだよ、生きないと会えないよ。来るんやろ、新潟から会いに。彩香がまだ11位にいる、すごい。この間もすごかったんな、彩香ずっと上位にいたよね、すごいね。中井梨花ちゃんに電話切られてた。そう、昨日ね、彩香がインスタじゃなくてショールームの配信してて、私が見れる時間だったから見に行ったんよ。そしたらリカちゃんと電話してて、中井リカちゃんと電話してて、中井リカちゃんが怒っちゃって、私がコメントとかしてたから怒ったのか、でもご飯食べたかっただけらしいけど、実際はなんだか変な眉毛今日。
そう、電話の切り方が面白かった。もう知らない、幸せにプチッみたいな。かわいい、あぶこなかわいい。本当になんかああいう関係性の子たちとは SK いないのかな、どうなんやろ。私がちょっと見切れてないだけかもだけど、なんかしかも面白いんですよ、あぶこな。すごい会話が、過去のねショールーム残ってたらぜひ見てみて、かわいいの本当に。面白い、面白いし可愛いし。あ、なんか平行になっちゃった。そんなこともないか。いいか。なんか平行眉があんま好きじゃなくて弱々しく見えるから。でも平行なんだ。でもちゃんと気をつけて上に上がってるようにしてる。ちょっと微妙、ちょっとだけだけど。私奈緒さんと幸せになりますね。あ、言うたら、うん、うんとか言っちゃった。うん、そうやな、やっぱ幸せになりたいよね。幸せが一番。会いに来てもらわなな。私も会いに行けたら行きたいんだけど、12月は、そう、結局12月予定ね、もう私もパンパンだし、そんなに会える時がなかったから、東京で暇な日がなかったから、お仕事では行くんだけど暇みたいな、時間取れる時がなかったから結局ね、ダメになっちゃったよね。新潟にも、私寒い場所好きだから新潟行こうかって言ってたんだけど、結局12月はやっぱ行けないし、1月はどうなるか分かんなくてね。しかもなんか雪とかで飛行機止まったらね、寒い場所好きなの。そう、好き。寒い場所で寒いっていうのが好き。当たり前のことなんだけどあれが好き。暑がりだから基本。今日あゆ太郎ゲーム実況します。あれでやんの、ショールーム違う、あれ違う URL 載ってなかったっけ、違うかな。あやか消えた。あ、いた元気に跳ねてる、かわいい。ショートカットがすごいぴょんぴょんしてるよ。仙台でずんだシェイクを、ずんだシェイク大好き。ずんだシェイクでも東京でも飲めるんだ。アイスが、うん、ずんだは仙台しかないね。でもあれ、ずんだのキットカットが発売されるんだよ。ずんだのお店で。うん、名古屋でも飲めるようになったしね。毎日でも行くわ。そしたら毎日はちょっと思ったけど、なおちゃんがショールームでこの時間って何かあったの。何もないよ、何も全然ない。朝ただ5時に起きちゃったからラジオまで暇だし、メイク配信でメイクしながら適当に喋ろうみたいな感じ。ずんだのカントリーマーム美味しかったよ。マジで食べたかった、食べてない。顎隠しのポーズかい、これ顎隠しっていうんか、態度悪いと思ってた。顎に肘ついてるだけだからちょっと
みんながいい感じに脳内再生してくれてよかった。ずんだのハーゲンダッツは美味しかったよ。美味しかった、めっちゃ超好き。ずんだの何回も食べたかったけど何回もは食べれんかった。 5個ぐらいしか食べれんかった。いった5個ぐらいしか食べれんかった。もうタートルネック着ると変な感じになっちゃうのね、襟足が。花もち高い、高いよね。でも美味しいんだよな。結構食べた、食べたか。服かわいい、あざまる。ここはまあまあ食べてる、食べてるか。あ、クマがいる、かわいい。星の中にクマが埋まってる。あ、クマが2個になった、かわいい。クマ一番好きなんです。クマ一番、動物の中で一番好き。クマのぬいぐるみが、ん、動物の中でクマのぬいぐるみが一番好き。やば、かわいいこと言っちゃった。自分で言うなって感じだけど。あ、消えちゃった、クマ。誰やろ、クマも課金のやつ、これもしかしてギフト違うのかな。クマ違う、課金だったら申し訳、ありがとね。あ、そうなんだ。あ、ごめん、ありがとう、ごめんね。なんかこんなダラダラ配信にそんな、ごめんよ。消えちゃった。なあ、11時30分か。もうすぐ出る時間だな。リアルクマは好きですか。好き。クマの白クマが一番好き。白クマの赤ちゃんが一番好き。一時期 LINE のアイコンだった、昔、だいぶ昔。あやかずっと見てんじゃん、すごいね。さすがです。今の LINE のアイコンは、今の LINE のアイコンは初期設定なんか、しかもそれも初、あー違う、初期設定、初期設定。一回初期設定の仕方わかんなくて、わざわざあの検索して初期設定の画像を切り取ってアイコンにしてた。でも今は初期設定に戻せたから、どっちもなんていうの、 LINE のアイコンの上になんかさ、もっと大きい画像貼れるとこあるじゃん、あれも初期設定、全部初期設定。あ、じゃああれはあれだわ、グレーにしてある。アイコンの色と同じ色にしてる。初期設定の仕方分かんなかったからグレーにした。クールやな。あんまねないんだよね、なんかプライベートが見えるのが嫌で。別になんかメンバーとマネージャーさんだけなんだけど、いるのなんか嫌なんだよね。なんだろう、無機質が好き。なんかなんだろうな、音楽とかもあるじゃん、好きな音楽とかもなんか嫌だし、嫌っていうわけじゃないけど、なんだろう、あれは設定の仕方がとりあえず分かんないっていうのと、あの一言みたいなやつもさ、あれもなんか書きそうになるんだけど、たまに。でもなんか分かられるの嫌だし、アイコンで、あ、こういうのに、なんだろう、アイコンで自撮りとかも持ってのほか本当に嫌だし、たどりも嫌だし、キャラクターの時は一時期あった、ピカチュウしてる時あったね。でも基本嫌かな、なんか自分が分かられるのが、なんていうの、知られることが一番嫌。
ていう、ちょっとなんかめんどくさい感じ、めんどくさかないか、なになになに、うん、なるほど、そう、なおちゃんらしいな、うん、わかん、でも何年後かにはゴリゴリに超自撮りかもしれん、スノーとかバリバリかけとるかもしれん、ないと思うけど、アップデートしてください、あゆかしに来てよ、わかんないんだもん、アップデートの仕方、携帯だから、なんかあゆかと LINE してても、あゆかはアップデートしてるからその絵文字が使えるんやけど、私のとこに来ると全部ボックスのハテナになって、全部ハテナで帰ってくるから、なんかハテナハテナってハテナがめっちゃ続くの、とにかく。でもそれを最近は、あ、この絵文字使ってるんだろうなっていうのを読み解けてきてるから、別に更新する必要ないかなみたいな感じ、わかるし。でもなんかアップデート、うん、やり方わかんないから、とりあえずアップデートしに来て、全部疑問形、そう、全部ハテナ、最初はめっちゃハテナ多用する子やなと思ってたの、なんか好きですっていうのもハテナつけるから、好きですって聞いてんのかなと思ったけど、え、うん、どういうことやろうと思ってたら違った私のアップデート不足やった、そう、ハテナ対応する子だと思ってた、そう、文字化けしてたんだね、だから大体文字化け、他のメンバーも全部文字化けしてる、長なったよ、でもなおさんアップデする気ないからバレた、さすがよく分かってきてんじゃん、そうなの、アップデートする気がないからここまで来ちゃったんだよね、もうだから、うん、してもらうしかない、誰かに、ご飯食べてね、ありがとう、嬉しい、でもなんか最初アップデート自由になんか普通にしてもらえるみたいな、なんていうの、 iPhone が勝手には組み取ってやってくれるみたいな感じのやつに設定してたんだけど、なんか一時期アップデートしないでくださいみたいな感じで会社から言われて、なんでだっけな、なんかショールームになんか影響出ちゃうかなんかで、で一回オフ、それ通りにオフしたら、なんか戻すのめんどくさいし、なんかそのままだわ、ごめんなさいって感じそう、なんかアップデートしちゃうと、なんだっけな、なんかの機能の準備がなんちゃらなんちゃらみたいな、なんか言うか分かんなかったけど、でももう多分今は全然していいんだと思う、すごくない、私2時間もやったことあるっけな、あるかな、やっぱダラダラするのはいいよね、珍しいね、本当にね、それだよね、いつも冷たいもんね、ちょっとねさあ始まりましたっつって何も喋らず終わりますバイバーイって感じだもんね、本当よくない、久しぶりなおちゃんに遭遇した、本当？マジか、よかった、あえて遭遇したね、頻繁に配信やれば気も紛れます、うん、悟り開き始めちゃうからな、あやかが11時に戻った
ゃんの悟り好きって新しいな、悟りが、あ、そうやな、開いてこ開いてこ。漢字強いですね。本当に漢字どうやろう、普通ぐらいかな。難しい、本当に難しいの読めないけど、大人っちゃったごめんね。でもなんて言うんだろう、音読好きだったから国語の、関係ないか、好きなんだよ。あ、いや10位になってる、本当10位になったの。あーすごいね、頑張るね、本当に。どこからそんな大量に星が出てくるんだよ、すごいよ。何の教科が好きでしたか？音楽かな、一番は。一番は音楽。何もしなくてよかったからね。歌うだけだったし、記号も覚えるだけだったし、リコーダーも好きだったし、リコーダー懐かしい。あとは何やろ、体育も好きだったよ。あとは、美術。好きだった。あとは理科も好きだったかな。理科と道徳って難しかったな。めっちゃ唐突だけど、道徳難しかった。難しくない？道徳課金した？誰が？岡本課金って書いてあるよ。本当に？やめ？本当にしたん？ハートやったん？え？ハートあった？今。あら、あやかちゃん。今度遊んだ時に直接課金して。何もかっこよくねえの。ウケる。いいことじゃ、全然いいこと。私は課金しますね。直接課金して、あやかちゃん。あなたにはそれができるわ。嘘ですよ。嘘です嘘。まあとりあえず、そう、道徳って難しいなと思ってて、なんやろね、道徳って答えないじゃん、難しくない？答えないもの出さなきゃいけないしさ、しかもグループで話し合うやん。グループで話し合ってみんなとさ、まあ考えることとか違ったわけよ。でも結局はさ、大人数の人の意見がやっぱグループ分けした時に、まあ、じゃあ大人数だった人のやつをグループで持ち寄って、それをまあ発表していきましょう、リーダー的な存在を発表していきましょうみたいな感じやん。でもなんか大人数の方の意見を取られるからさ、やっぱなんか結局難しいなみたいな。人によって感じ方って違うし、じゃあ道徳で何の勉強しとったんやろってめっちゃ思う。いやでも考えるってことが大事なのか、この人の気持ちになってじゃあ考えてみましょうっていうのが大事なのか。確かに、だから人とは全然違っていいのにね、それを発表が難しいよね。道徳って難しい。でも道徳好き、難しかったけど好きだったな。あ、でも、うん、それで言うと一番難しかったのは国語だわ。一番難しかった、本当に。道徳はまあ好きだったわ。別にみんなの意見と違っても、まあ、結局なんだろう、そっちの意見も理解できるし、私も別に自分の持った意見に恥じたことなかったから全然
好きだったんだけど、一番難しいのは国語だったわ。国語でさ、なんか文章上にバーって書いてって、下が答える欄とかなんかあるじゃん。それでなんかここの行の感情はどういう感情でしょうとかさ、もう答えやんみたいな。でその人にすり合わせないといけないじゃん、こっちが。え、でもさ、実際考えたらこの人はそう思ってなかったかもしれないよみたいなとか思っちゃうんだよね。なんかへりくつっていうか、なんかダメなんだよ。なんかそういうこと思っちゃうから国語苦手やった。あと文章の問題文の意味が分かんなくすぎて、意味が理解できなくて挫折してたね。え、この問いかけはどういう意味の問いかけみたいな。やっちゃうんだよ。だから国語は本当漢字だけだった、できたのは。あと漢字だけでとりあえず点数取って、他はもう全滅みたいな感じ。全然ダメだった、本当に良くない。だからそのね、ここは難しいわ。結局数学が一番楽しい。マジか、すごいな、数学か。算数は好き。あ、でも図形は嫌いだけど。著者の考えを当てる国語。本当それ、それ本当にもう、じゃあもうなんか文章帳に書いといてくれとか思っちゃうんだけどね。関数は、関数が何だったのか分かんないよ。分かるそれね。なんだろう、深読みっていうかなんか、難しかったな。数学は答えが決まってるからよかった。数学ダメだ、全然分かんなかった。数学はあれが嫌い。例えばめっちゃ簡単やけど、例えばたかしくんがリンゴ5個もらいました、ひろみちゃんに2個食べられましたとか、そういうのあるやん。すごい、なんか音符めっちゃ出てるよ。音符もあるの最近、めっちゃ可愛いやん。音楽好きだから嬉しい。音楽好きだよ、すごい。恐竜みたいな子が音符いっぱい出して、音符すごいな。新しいね、星じゃないものたくさんあるな。そうで、何やっけ、何の話だっけ、飛んじゃった。あ、そうそう、なんかリンゴね、いやいやいやみたいな、たかしくんそんぐらい計算してよ自分でみたいな、ひろみちゃんもなんで食べたんとか、そういうこと思っちゃってできなかったなんか家から家の距離とか時間とか何分に出たとかあるやん。でもなんか、いや歩くスピードってみんな違くないとか、なんか途中でもしかしたらなんか誰か助けたかもしれなくないとか、なんかもう数学を答えることを諦めちゃったんで、諦めてひねくれひねくれたことを考えちゃってた。ほんとダメ、よくない。その人のバックストーリー考えちゃう、そんな単純につけるみたいな。そう良くないよね。でもそれって多分解くのを逃げてるだけなんだよね、きっと。私の場合はね、他の子は違うかもだけど、私は多分逃げてたな。そう、バックストーリー算数と数学は闇に葬った。あるよね、得意不得意。そういう考え方からお示しのセリフが生まれてくるのか。なるほど、だとしたら私はいい幼少期を過ごしてましたね。今何時？今何時？ちょっと待ってて、今何時？そう寝たいたいね。もうちょっとで終わるかな。ありがとう。
ができなくても生きていける。お、耳耳まないた。かわいい。ありがとう。耳、この間私の靴使ったよね。公園、私がツアーで使ったペガサスのやつを耳は公園で使ったのかな。すごいと思って。てかよくシールそのまま残ったままそっち行ったし、よく耳耳がなんていうの、同じポジションだ、なんかたまたまね同じ衣装着れてすごい。何の話してたっけな。ちょっと忘れちゃったけど。めっちゃ嬉しかった。ほんと？私もびっくりした。よかった。なんかね、でも耳かわいい、じゃあかっこいい曲多いって言ってたし、いつかかわいいのも見たいね。釣り縄の足めし見てみた。あー確かにやったことないな、そういえば。まあやることないかな。多分やることはないかな。ポケモンやってますか？やってるよ。今日持ってきてる。背番号何番にした？ 70 なおにした。 EV 捕まえてない、いないよ。でもなんか EV 前の子たち、クマ、クマちゃん2匹いるの、かわいいね。クマちゃんかわいいね。星に埋もれてお顔見えないね、悲しいね。クマちゃんの耳しか見えないね、悲しいね。クマちゃんかわいい、耳だけ見えてる。あゆ太郎、あゆ太郎とか呼んだことないわ。あゆか、あゆか、クマを投げるんじゃないよ。クマありがとう。クマかわいいね。クマかわいいんだけどね、あゆか、あゆかもなおちゃんに課金ね、直接課金する時間っていうかタイミングたくさんありますから、もうその時にいっぱいしていただいて、もうね今は画面的にはすごい幸せですけど、私の好きなクマがいるので好きですが、そうね、やっぱもうそこは1000円ちょっと直接課金していただいて楽しみですね。ねえ、あゆか。さらってやべえこと言ってるぞ。本当だよね。本当最低。よくない。よくないよ。本当によくない。なんでここやねん。やっぱみんなにあんま聞こえない方がいいかなと思ったんだけど、あゆかに聞こえてるってことは多分みんなにも聞こえてるんだなって今気づいた。打ち上げの後に買ってもらったって何を？世界発信や、間違いない。何買ったっけ？分かんないや。打ち上げの時のお返し？うん、うん、ほ、お、ほんとだ。1万人以上の人が見てくれてありがとう。ごめんね、いつもこんな配信しかしてないんだ。特に何もなくすまんな。え、まだやってた、やってるよ。なんか2時間ぐらいなんか時間取ってた。もう終わっちゃうけど、多分もうすぐで。
あやたろそろそろ配信しよう。あ、あやか配信行くの？ゲーム配信だっけ？頑張ってね。応援してるよ。久しぶり見たな。久しぶりっすね。ゲームは夜。あ、普通の配信？ショールーム？ゲーム配信とかそうそう、なんかゲームすごい、ゲームの仕事頑張ってるみたいよ。スプラトゥーン借りてん、全然できんかった、めっちゃバカにされた。どうさん下手？下手とは言ってないか、すごい上手って褒めてくれたんだけど、一切センスを感じないね、ゲームの。私はスプラトゥーンだったんだけど、あゆかはねすごい褒めてくれたんだよね。上手です、絶対上手になれます、いい子や。なおちゃん今日はこれからお仕事の、そうラジオ聞いてね、1時から、あ1時から1時からっていう番組、あの1時から、あ13時から1時からっていう番組が東海ラジオで生放送であるんで、そうぜひ聞いてください。そう紛らわしいよね、1時って言っちゃうと。1時間出るの、あ分かんない、どうなんだろう。メールも送るね、送って送って、ちょっと間に合うか分かんないけど、でも送って、スタッフさんには届くし、なおちゃん出るとこんだけもらえるんだなって。この間も喜んでた、私のファンの方結構ラジオでおはがきじゃねえや、ファックスとかメールとか送ってくれる人多いから、スタッフさんがいつも喜んでくれるから、ぜひとも送って送って、意外と大事やから。サックスワールドっていうね雑誌があるんだけど、サックスの、それもぜひね、チェキプレゼントあるから、あのはがきに感想とか書いて送ってほしい。あと動画も再生回数とかめっちゃ見てるから、めっちゃ見てるっていうか、スタッフさんが結構喜んでくれるから、ぜひぜひ見ていただきたい、お願いします。見ていきたい、いただきたいし、送っていただきたいし、サックスワールドは結構チェキは狙い目だと思う。他の雑誌だと買う人も多いから、競争率高いけど、サックスワールドは結構基本サックス好きな人とか、まあ本当に私のことを好きで言ってくれてる人、なおちゃん雑誌全部持ってたいみたいな方とか、サックス分かんないけど買おうっていう方が結構いらっしゃるので、結構いるんですけど、でも狙い目だと思うのね。2枚あるし、ぜひともゲットしてください。実際握手会とかでもなおちゃんのゲットしたよっていうの結構来てくれて、うん、感想をちゃんと書くのが一番ベストだと思います。当たりやすくなると思う。あ、うん、かな。それここで言ってしまったら倍率上がる。あ、もう私としては倍率上がっていただいた方が本当次につながるのでお願いしたいみたいなところはあるんですけどね。ぜひ雑誌を買っていただきたい、そして動画をチェックしていただきたい、お願いしたい。いやでも結局行動に移すのはね、その中からの一握りだと思うので、わかんないけど。まあ何時、お、いい時間っすね。58分。そろそろ終わろうかな。最後になんかお話ししておきたいことがあったらどうぞ。あゆ太郎2分前だ。まだいんの？行きなさいよ。自分の配信。頑張ってね。応援してるよ。名古屋から。永遠花がってかな。ペペ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 ペ。うん。あ、スクショ動画。フラタスクショタイムやっちゃいいんですよね、全然。スクショタイムっていう文化がちょっと私にはないんだ。
つまんな。最近オカパーズと連絡してます？全然してないな。会いたい。まだオカパーズと意外にもお酒を飲んだことがないから、大人になった私たちでまた会いたい。岡本さん7位でございます。おお、ほんとだ、ありがとう。勝手にスクショしてます。あ、全然いいよ、いいけど変な顔は載せないでね載せないでね、頼んだよ。さあ、ありがとうよ、ダラダラ配信に付き合ってくれて。特に何も内容のあることは喋ってないけど、楽しかったよっていうことを伝えときます。またいつ配信するかは分かりませんが、いつか配信した時はよろしくお願いします。そんな感じで終わりますかね。それでは皆さん、お元気で、ありがとうございました。あ、13時から1時からぜひとも聞いてください。生放送です。よかったらメールも番組に送ってください。東海ラジオのやつです。メールの送り方は1時からって調べてください。いい感じに頼みました。じゃあ帰ります。バイバーイ。どこだっけ、これか。じゃあみんな1時からで会おうね。バイバーイ。わ、なおちゃん宣伝上手。